はい、どうも、メンヘラおじさんです。7月入りましたね、というところで、なんかまあ朝の放送、またよろしくお願いします、言われたんですけども、そんな爽やかな朝の放送してたかな、っていう話を、まあコンビニのオーナーとしてまして。で、まあまあ、何の話しようかな、思うんですけれども、まあ今月オリンピックですよね、というところで、大きな休みがね、23、24、25、20、22、23、24、25かな、あるので、まあそこをめがけてですね、ゆっくりしたいな、っていうのとですね、まあ来週の5日に、言うたらボーナスが出るんで、ボーナス、何本ぐらいもらったとかいう方が面白いんかなとか思いながらも、ね、まあやっぱり、会社的にはそういう明細的なものは出したらあかんっていうのがあるんで、まあそれはちょっと伏せとこうかなと思ったり思わなかったりしてます。で、そのお金をもとにですね、また株を購入することを決めてまして、もう銘柄も、あらかた選別し終わってるのでですね、それを購入した後に、どういった株を買ったのか、あるいは、どれぐらいの利回りなのか、で、今持ち株の、言うたら年間配当どれぐらいなのかとか、そういう話ができればなとは思ってます。まあ、あとは、そうですね。まあ、今日病院に行くんですけども、なんていうんですかね。今の、まあ、6月なんかは、まあ、結局、1、2、3、4、5、6営業日、休んだんかな。で、それに加えて、午前出社、午後出社みたいな形で、やってたので、まあ、その辺のところもですね、話した上で、まあ、これからどうやって勤務を安定させていこうかというようなことを話さないといけないと。いうところで、まあ、個人的には、なんていうんですかね、まあ、病院の先生からしたら会社にぶら下がってるだけでも十分偉いですよと、他の人ほとんど辞めてますからねっていう話なんで、多分あんまりそこは噛み合わないのかなと思ってるんですけども、っていうことはまあ上司にも話したんですけども、一応話してこいと言われてるので話しに行きますという感じですね。まあ、今日在宅勤務なんで、こうやって口滑らかになってますけれども、ゆっくりね、仕事させてもろて、お給料をいただくという行為をやっていこうと思っています。まあ本来、本当の目標は、YouTube で収益化して、それを、発表して、それをまた株とかに回してですね、やりながら、キャバクラ費用とか稼ぎながらですね、やっていくっていうのが一番なんですけども、まあまだまだ道半ばということでですね、皆さんの協力が必要でございますので、よろしくお願いしますというところで、朝の放送といいますか、ご挨拶とさせていただきます。以上です。